21歳です。彼氏いないです。1年ぐらいです。東京に出てくるってなったんでお別れしました。遠距離無理不安になっちゃう、心配になっちゃうし、距離が結構あるから頻繁に会えないのはちょっと寂しい。アプリとかあります。 3,4 人かな。プロフィールの顔が載ってたりとか、家が近所だったりとかそんな感じです。写真で思ってたのと違う人が来た。加工とかやっぱ持ってて 1,2 回で終わっちゃいました。その日はまあもう会っちゃったし、ちょっと軽くご飯行ってバイバイしました。この間家の近く帰ってたら、上の服は普通に着てるんですけど履いてなくて、めっちゃゆっくり追い越されて見せてきた人いました怖くて後ろに戻りました気遣いができるスマートな人。もうザっていうレディーファーストとか、ペットボトル開けにくそうにしてたら開けてくれるとか、そんなちょっとしたことでも嬉しいです。清潔感がない人、匂いすごい気になっちゃう。気持ちがそっちに行ったら、 LINE とか返事を待ったら浮気です。普通にされてました。もうめっちゃ二股、頻繁に向こうともあって、私と付き合ってる間に最近怪しいなって携帯見ちゃって気づきました言いました。弁明はしてきましたけど、もう私が無理になってるんで何も聞きたくないって言ってお別れしました。その人との付き合いが長くなってマンネリしちゃって、友達の友達、一緒に飲みに行って、その女友達含め何人かで飲みに行って、女友達が、あ、みたいな、いい感じじゃんっていうのをさせてくれて抜けてできました全然ありです。結局一番大事じゃないですか。そこが合わないといくら好きでも続かない気がする。チュー、タイミングがなんか合う、チューしたいタイミングとか絡ませるタイミングとか、そういうのが合う人。距離近くなった時とか、お酒入った時とかかな。長さ、突き当たるから太さは求めないです。逆に痛くなっちゃうし、硬い方が嬉しい。中二です。彼氏です。相手は初めてじゃないと思う。相手のお家に親がいない間に忍び込んでこっそり、一応お勉強する名目で行って、お勉強してて始まっちゃいました全然お家に行くことはちょいちょいあったし、まさか激しく手を動かすの痛い。トロトロになってからゆっくりの方が意外と良かったりする。めっちゃひっつくギューしながらが好きです。それが私は愛情を感じる、なんか求められてるかも。そう、ギューされながらチューとかすると私はもう大好き。大事です。10分くらい、マックス20分。好きです。普段見れない顔じゃないですか。
反応してるのを見ると嬉しくなっちゃう痛くないかなとか、その人の顔をなるべく見てます。痛くないは聞かないけど、逆にいいは聞く。どうってあります。急に出されるとびっくりするけど、いっぱい出たとか量がわかるじゃないですか、ダイレクトに。まあ、それは楽しいですそれはやります、やります。多分ビデオの見すぎです嬉しい。せっかくなら一緒に盛り上がりたい。口の方が好き、潤ってるから最高です。全然違うんです、良さが倍増します。はもうさらに高まる寝て後ろから、単純に私は顔を見たい。上に乗るか下になるか、ギューしたい週3。あんまりしすぎちゃうと飽きちゃいそう、お互いにパターン化しちゃいそう。強いと思います週3くらいかな、吸うやつ。全然そういうの知らなくて、大人になってからです。高3とかそのくらいです。相手がいて、いつもやってるみたいにやってみてよみたいな言われて、何のことってなって、こうやってするんだよって教わりました好きな女優さんがいるんで、その人の見ます。急に始まるやつ5回全然。明るさもあるけど、夜はムービーじゃないですか。朝は爽やかで、あんまり朝からってないから楽しい。でも恥ずかしいから夜がいいです。朝寝てる時に元気になってるのを起こしてで始まりました。全然何回でも、逆に何回できるのって感じ5人くらい。彼氏は3人です。飲み会とか友達の友達とか、顔がタイプだ。いや、その後も何回か。夜のお友達になっちゃうと彼氏にはならない。それが目的だから、一緒にお出かけしたいとかではない。地元にいた時は箱入り娘じゃないけど、もうおとなしかったんですけど、こっちに出てきて目覚めちゃって、知らない自分も楽しかったけど、今すごいそっちの世界を知れてありがとうって感じです目覚めてどんどん増していくよチャンネル登録お願いします。